チャオ、あっちゃんです。今日10月の9日、10月9日、水曜日やね。はい、ちょっとすごい頭痛がしててね、まあ頑張って作らなかったの。お魚がね、ほうぼうさん1尾と、鈴木が2尾とね、3尾残ってるんでね、これもね、まあ、ラボ刺身、月曜日に買ったから、火水でしょ。まだお刺身いけんねんけども、鈴木1尾だけお刺身しようかな。いや、今日、唐揚げしようかなと思って、だから、唐揚げするついでに、一緒に、魚フライにしとこうかなと思って。まあ、どっちにしてもさばいていきましょう。さばいてから考えよう。はい。頭痛いわ。なんかね、壊れそうなぐらい頭が痛いっていうの。っていう言葉が一番当てはまるかなって思うぐらい頭痛いね。よし。よし。軽くね、鱗を引いていきます。もう、お魚さばくのは基本です。もう大体いつも一緒です。まず鱗をざーっと引く。鱗ね。ではさばいていきましょう。続きから。はい、もうこれで終わり。もうね、泣き袋だけ取っとこうか。美味しいでね。
はい、拭き取ったらね、三枚におろしていきましょう。小さいからね、スズキ。これだけしかないね。ここないのよ。よいしょ。
首だけ。あと可愛いね。これをね、あとどうしようかな。フライヤーからええか。骨入っとってもね。いや、どこ。いやだ。細かい骨を抜きましょう。そんなにないね、この気合い骨もね。細かいねんけど、そんな後ろまで入ってないねん。この辺にちょっと強い骨が入ってんねん。まあいい。よいしょ。ここ引いてからも取りやすいかな。引いてからね、血合いごの取ったら身ボロボロになるよね。引いてから抜こうかな。ちょっとね、鈴木も鈴木はもう皮引こうかな。引いてから抜こうかな。で、どうしよう。小さいポールはどこ置いたのかいな。まあ引きやすい、ね、よいしょ。ほぼさんも引きやすいね、顔は。Thank you.
はい、この方を引いて、これで OK。 火でもそんな硬くないからね、扱いやすいっちゃ扱いやすいんだけどね。さっきねエラ取っといてもらった。尖ってるからね、痛いの気をつけないと。よいしょ、これね、一緒にエラを取れてくるんでね。なんで、ここもどう？切れるんでね、またあったら洗いました。ほうぼうさんも一緒。ほうぼうさんですね、これでなかなか硬いから、細いが痛いね。もっと分厚い、デバイトやねんけどね。お父さんのエラが、エラがね、しつこいな。エラが硬いな。エラ外すのがほんの嫌い。
さっき鼻くぐ抜いたんかいな。どれか一個だけ抜いてんや、鈴木。あんまり鈴木でも鼻骨入ってないな。あれ？入ってないな。ほうぼうか、さっきの。そうやん、これほうぼうやん。それは入ってないわ。これとこれはね、さっき抜いたもんね。うん、勘違いしてた。これ鼻骨も入れとこう。で、フライにする魚の、切り身を。ほうぼうやな。ほうぼうを、まあ、これぐらい。まあ、これぐらいでフライにしましょう、ほうぼうをね。こんな感じ。スズキは、まあ、これぐらいでいいかな。だいたいこんなもんやね。刺身で食べよう。作ってる人の特権です。全然おいしい。
りあえず皮ね、もったいないんで皮の湯引きをしときました。これは、ほうぼうの皮ね、湯引きすれば僕も食べるし、あっちゃんも食べるし、まあ湯引きは美味しい。皮の湯引き、泣き袋、これ美味しいね。どうしようかな、もういけるか、一緒に置いておきましょう。で、もう一品完成。はい、760g だから、これから揚げします。この間にね、鶏をね、味付けしましょう。味付けちょこまきってね、ドリップを拭いて、まあ 700g で結構あるね、これをね、一口大に切っていきます。まあこれはね、ちょっと待って、さっきあれ作っとかない、もみだれ作っとか。